じゃあ前に質問のあったあの if と when って同じように使えるんじゃないのみたいな、どっちでもよくないみたいな話ありましたけど、確かにそういう時があるのでその話を、したいんです。 if が、推論じゃなくて事実を言っている時にはあの if でも when でもどっちでも書き換えができるわけです。でその事実っていうのは2種類ありまして、この上のやつ、雨の降った時にはその部屋を掃除することにしてますみたいな、普段いつもそうしてること、っていうのは when でも if でもどっちでもいいんです。ここを if にしてもいいんですね。これは普段そうしてるから、いいんです。ちょっと長いんですけど、低気圧が来ると頭痛が起きますみたいなね、よくそういう人いますよね。これもですね、低気圧が来た時にはいつも、私頭痛いんですと、これは事実ですから、あのどっちでもいいわけです。この2種類に関しては事実っていうことで、これは if でも when でもどっちでもいいです。ただし if と when とあの同じにイコールにできないよっていう場面があるので、その話も今からしますね。まずその未来に関することの場合にはちょっと if と when で意味が異なります。 when の方はですね、この文、彼が来たら、私は出かけてると言ってください。これ彼が来ることが絶対来るとき、もう決まってるとき、予定としてそういうときには when を使います。でも if を使った場合には来るかな来ないかなっていう感じで、来るかもしれないし来ないかもしれないっていうことで、分かんないっていう、未来のことを言うときには when と if で書き換えができない、意味がちょっとね違うということ、話してる人の気持ちですね、それが if か when かでね、決まってくる。それから、未来のことはダメなんですけど、それから、推論とかいう場合 when で書き換えることはできませんっていう感じで覚えておいてください。 Today I wanna be the light to reach where you're gonna be Whatever you say You may feel like Being alone, when I can be the one you really know now, the world is yours.